Today we're interviewing Arai Sensei. He was one of my teachers when I was studying animation in a vocational school here in Japan. He does background animation for animation, video games and such, and he has his own studio. I'll be adding English subtitles to the video because I'll try to do my best and interview him in Japanese. Sensei がこの業界に初めて働いたと今のは何が変わったとか、背景美術監督にとしてもなんか一般的な、例えばデジタルになったとか。あ、まあ、デジタルになったのは大きいよね。うん、でも手書きで書く人はほとんどいないだろうし、ね、先生が結構得意のはあのまだ手書きはもうやってないけど、もうやってないんですね。でもデジタルは誰でもできるから、あんまりそういうのは好きじゃないっていう。コピペとか、コピペもそうだし、全部一緒のハンコみたいな絵は嫌いだから。そうですね、いつも同じ木が使うとか。だからそんな辺はなるべく今もやってるけど、なるべくちょっとこう画面で絵を作りたいなっていうのがね、まあこれは一般的なのをみんな知ってるということだったんだけど、別のものがありますか？なんかマネジメントが変わったとか、大体みんな独立したとか。ギャラとかってこと？ギャラも、まあ、40年前と比べたら変わってるけど。どう変わりましたか？そうか、まあでも背景は一番いいと思うけどね。作画は多分、作画は倍ぐらいになってるけど、多分やることはもうすごくハードだから。ですね。そう、背景もハードだけど、まだ作画のハードさに比べるとね、ちょっと種類は違うけど、まあコピペも使えるし、素材も使えるし。それと背景が楽になったということですね。まあ楽になったのも大変なところもあるんだけど。だから今の方が、あの背景の方がいい。どうかな、かもしんないね。でもそんなに技術的にね、レベルの高い人じゃなくても、やっぱそういう上手い人の素材使うとね、まあもちろんできるし、今ほら写真なんかいっぱい使うから。あ、そうか、写真撮って、その上になんかもう背景書いて。そんなに絵が描けなくても。うん、天下のこととかね。天下のこと監督も結構やりますね。まあ綺麗になりますけどね、確かに。あとスタジオチーズもそれやった、うん、絵を描くんじゃなくて絵の加工だからね、うん、写真を加工して絵っぽく作ってるから、うん、先生はなんかもっとイマジネーションから残るの絵の方がに参加しますね、作品にとって。あ、でも写真のこととか来たら、自分の美術監督が外に出て写真撮るということですか？それかネットで探して。あ、両方やるんじゃないかな。だから今ないものだっていっぱいあるし、うん、それはもう本買ったりとか、本買うとか、ネットの写真の画像の検索もあるし。